こんにちは、クレちゃんです。本日はじゃじゃん、 GU×蜷川美香さんのコラボアイテム。5月21日に発売して、すでにたくさん完売アイテムが出てしまっているんですが、発売日に私が気になったものを約2万円分購入してきました。どんな感じなのか細かく一緒に見ていきましょう。今回私が購入したのは6アイテム、ワンピースが1、2、3着と、ブラウス、まあ、T シャツかな、後ろがちょっと空いてる T シャツっぽいブラウスと、ロング丈のマーメイドスカート、そしてバッグ。全部のアイテムにこんな感じで可愛い星型のタグがついてました。よし、早速着てみよう。最初に今回のコラボの概要をざっくり説明します。蜷川美香さんは今回の商品の柄でもわかるように極彩色のお花の作品でよく知られている写真家さんであったりとか、最近ではヘルタースケルターとかサクランとか映画監督としても活躍されています。そんな蜷川美香さんのプロデュースするブランド M 美香蜷川というブランドが今回 GU とコラボしております。それでは早速お洋服を紹介していきます。私が買った1着目はこちら、じゃーん。こちらはプリントキャミソールワンピースです。このキャミワンピはロング丈です。値段は3490円。実際着てみるとこんな感じ。私の身長152から4ぐらいの感じなんですけど、 M サイズで着てみました。ぴったりですかね、くるぶしちゃんと見えるぐらいで、すごくいい丈感でした。この柄一番気になってたの、私が行った店舗ではまだ店頭に残ってました。ただちょっと露出度が高かったので、私的には中にブラウスを着るか、もしくは上に1枚カーディガンを羽織るかなっていう感じです。こちらブラウスは結構昔の WC だと思います。テロテロしたやつです。このキャミソール、胸の部分にしっかりタックが入っていて、着た感じがとても綺麗です。胸の下にも絞りがあるのがいいですよね。服を買うときはいつも形を重要視してるんですけど、このワンピースは割とシュッと見える方だなと思いました。このリボンは取れるタイプなので、洗うときになくさないようにしっかり同じネットで洗おうと心に決めてます。柄がとっても派手なのもあって、下着は透けないと思います。生地はかなり薄めです。で、発色もいいので夏にかなりヘビーロテできそう。ちなみに履いてる靴はオリエンタルトラフィックです。私結構この靴好きでよく履いてます。プチプラなのでプチプラで合わせてみました。2着目はこちら、じゃん。こちらもロング丈のワンピース、商品名がノースリーブラウンジュワンピース。なんとカップがついてる非常に優秀な1枚です。あのね、ラフに着れるワンピースの部屋着とかご近所着みたいなものを探していたので、これぴったりじゃんと思って着用してみるとこんな感じ。こちらのワンピースは2990円。これもね、私が店舗に行った時はまだ売ってたと思う。今回のコラボ、物によって売ってるところも限られていたりとか、もう即完売だったものもあって、私も初日何買えばいいかすごい悩んだんですけど、でも白を選んで正解だったような気がする。めっちゃ可愛い。あんまり胸元が開いた服って着たことがなかったんですが、この形可愛いね。とっても大人っぽくてお気に入りです。素材はレーヨン 100%、 こういうテロテロの生地です。で、胸下はゴムになっていて、ここがね、軽くキュッと切り返しになっています。リボンもついてるので、これで調節することも可能。これも着ているのは M サイズなんですけど、ほんと締め付けがなくてめっちゃ楽。これが3000円、なかなかいいお買い物です。まあ、お値段すごくお安いので、カップの形はかなりラフなんですけど、でも全然私が普段着として着る分にはちょうどいい。そして3着目、じゃん。今着てるやつ、こちらの商品名はプリントワンピース。これはピンクとグリーンの2色展開だったんですけど、なんか珍しかったからグリーンにしてみました。いいじゃん、超夏って感じ。今回のラインナップ全部派手だったから選ぶのすごい楽しかった。いつもは地味なのと派手なのとあって、派手な方を選んでたんだけど、両方とも派手っていうのはね、非常に悩むのが楽しいですね。実際着てみるとこんな感じ。3着買ったワンピースのうち、このワンピースだけがミニ丈だったんです。すごい好き。しかも私的に好きなポイントは、これね、前開きのシャツワンピみたいになってるんですよ。前が全部ボタンで留められているので、脱ぐ時も着る時も前を全部開けることができます。
私だけかもしれないんですけど、絞りとか切り返しのワンピースってめっちゃ着た時はスタイルよく見えるのに、着たり脱いだりする時になんか引っかかっちゃうところがあるのよ。こうムムムムムムって脱げない、着れないって、着たり脱いだりするのがすごく大変っていう時があるので、このタイプめっちゃ嬉しいです。胸下がキュッてなってるので、これもスタイルがよく見えるポイントだし、首元がすっきり見えるかなと思います。パフスリーブもめっちゃ可愛い。そしてバッグがこのコーデにぴったりだったので合わせて持ってみます。サイズ感もすごく可愛いし、白がアクセントになっていて非常に素敵。今回買った中だとこのコーデの合わせが一番好きかな。そして最後にご紹介するのはこちら、じゃじゃん、フラワープリントのマーメイドスカートと同じ柄のプリントブラウスです。めっちゃ可愛いの、蝶々もいる。柄の出方が非常に私好み。ブラウスとスカートどちらも 0.455%、 綿 45%、 とっても発色が綺麗。こちらは上が2940円、スカートの方が2990円です。この素材ね、ちょっとシワが心配かも。もちろん安いから全然このクオリティで問題ないと思うんだけど、電車とか車とかで座ったりするとね、もしかしたらシワになるかも。この2着は別々に売られてたんですけど、私はセットアップ大好きマンなので同じ柄で上下一緒に着ようと思って買いました。着てみるとこんな感じ、めっちゃ可愛い、鮮やかですね。トップスはこんな風に袖にフリルがついているので肩短めかなと思ったんだけど、二の腕とか全然気にならないです。首元も身幅もゆったりした作りなので、 M サイズ着てるけどちょっと大きめな印象かな。スカートの方も今回ね、柄だけで選んだので形が心配だったんですけど、長すぎず横もパツパツにならずに済んだので良かったです。裾の広がり方とか丈感も身長が小さめの私でも全然足が出るので、スニーカー派の人も全然大丈夫な丈感だと思います。そして上のブラウス、後ろ側が編み上げになってました。これすっごくおしゃれです、かわいい。ただ私背中をあんまり見せる文化がないので自分が着て大丈夫かなって思うんですけど、着てみたら意外と気にならない？どう？気になるかな？まあ、気になる場合はストールとか薄手のカーディガン羽織ったら解決するかな。マーメイドスカートはね、単品だと私あんまり履くかな、どうかなっていう感じ。でもセットアップとしてはかなり優秀なので、今年の夏はとても重宝しそうな感じ。はい、以上6アイテムを紹介してみました。いかがでしたでしょうか。今回全部で18000いくらだったかな、だいたい2万円ぐらい買ったんですけど、1ヶ月ぐらい前に告知を見つけてもう欲しいものをかなり厳選しました。まあ自由だし安いし、一旦形のことは考えるのをやめて欲しい柄と色で決めたんですけど、実際着てみたら全部形も良かったのでいいお買い物ができたんじゃないかなと思います。ちなみに今回私初めて GU のオンラインショップでお買い物をしたんですけど、朝の7時とかに急に販売が始まったので気が動転して決済した後、翌日配送じゃなくて店舗受け取りにしちゃったんですよ。そしたら店舗受け取りめっちゃ時間かかった。5日ぐらいかかったかも。もし今後人気のアイテムを購入するときは迷わず配送にすべきだなとちょっと反省しました。ちなみにこのワンピースはもう両方の色、私が行った店舗にはありませんでした。オンラインには今少し残ってるけど多分すぐなくなっちゃうから、もし気になった人がいたらちょっと急いで買った方がいいかも。すごいね、蜷川美香さんのテキスタイルが3000円ぐらいで着れちゃう時代なんだ。皆さん欲しいものがある方は早めのチェックがおすすめです。というわけで今回は GU と蜷川美香さんのコラボアイテムを実際着てみてコーディネートと一緒に紹介していきました。参考になった、面白かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。